津波浸水想定地域であっても対応できること、これ何ですか？これはこの考え方が、はい、全く市民には理解できないですよ。これを 市が決めたのではなくて、その上に格好書きで J 項の考え方とさせていただいております。 J 項がそう言っても私たちのところは津波で心配ですよっていうのが市の態度じゃないんですか？市民グループは10月15日静岡市長宛に桜ヶ丘病院を病院に隣接する桜ヶ丘公園に移転する陳情書と、移転先が JR 清水駅東口公園に決まった経緯などの説明を求める公開質問状を提出していました。それらの質問に対し市側が昨夜回答しました。その中で市は以前、病院を運営する J 校に移転先の候補地として清水庁舎の跡地と桜ヶ丘公園の2カ所を提案し、最終的に J 校が清水庁舎を選んだと説明しました。来るのは確かに J 校かもしれないけれども、住民の命を預かる当局としての認識がまるっきりない。ここは津波浸水区域だから他に、の場所を考えましょうよというのがね、病院を担当する市の言うべきことだと私は思いますけどね。前回も申し上げている通りですね、コンパクトシティを目指す清水中心市街地のですね、考え方に合致をしていること、必要な面積が確保できるという点からですね、当時清水庁舎を選定したということでございます。津波浸水想定区域内に設置するべきではないという考え方を基本姿勢とする市民の会と、 J 校の意向を尊重しようとする静岡市の意見は平行線をたどったままでした。なぜ津波浸水区域のところに持ってっていいのっていうのがね、本来ならね、そこはまずいですよっていうのが普通だと思うんですよ。それがないんじゃないですか。市がね、ちゃんと説明をして住民が納得した中で作るならいいよという声もあるんですよ。それを願ってるんだけど、一切にそういう説明は私はしませんって言ってますので、分かってもらわないと動き出さないじゃないかなと思うんですよ。住民は昨夜の回答の内容を精査し、再度公開質問状を市に提出する方針だということです。